皆さんこんにちは。情熱で奇跡の成長を導く日本で唯一売り上げを上げるチームビルディングコンサルタントの岩見です。今日のテーマはですね、なぜ仕組み化が必要になるのかという話をしたいと思うんです。で、根本的な話をね、まずはしておきたいと思うんですけれども、仕組み化が必要になる理由は単純と言いますか、理由は、複雑性が増してくる中で効率を求めるということになりますね。企業あるいは何かあるものをこう事業をやるとですね、最初はシンプルな形なんですけれども、だんだん商品が増えていったり人が増えていったり、例えば拠点が増えていったりということで、どんどんこう最初シンプルだったものがどんどん何か付け足されることで、複雑になっていくんですよね。そして組織が複雑になったり会社が複雑になっていくっていう中で、より効率的にやろうということで、仕組み化するとか、仕組み化の一つでシステムを入れたりするということで効率を求めようとしているということなんですよね。ということなので、なぜ仕組み化が必要になるかということで言うと、根本的にはですね、複雑性が増してくるから中で効率を求めるからということなんですね。で、多くの場合、この仕組み化をしようとするタイミングがですね、結構問題だったり課題になったりするんですよね。複雑になっているものを効率化しようと思って仕組み化を入れるっていうことはすごく大事な視点だし、それはこうアプローチとしては正解なんですけれども、もう複雑になっていて、こう効率非効率になってしまっている時に、仕組み化を始めると大きな問題にぶち当たるんですね。それは何かというと、仕組みを作ろうとするということで作る時間がかかるということと、作ってからそれをどうやって動かすのかっていう人がこう学ぶ、もう人が学習する時間が必要になるんですよね。ただすでに、複雑性が増して、忙しい中で、そのことを取り組もうとすると、なかなか前に進まない、取り組んでも進まないというようなことが、働いている側、人間の気持ちの中に起こってくるんですね。そうすると実は仕組み化しようとしてうまくいかないとか、本当はちゃんと考えないといけないのに、考えずに、えいやとして作ってしまうみたいなことが起こって、結果、複雑性を解決する、シンプルに効率的になるという目標にならないままですね、仕組み化のプロジェクトとかが終わってしまうみたいなことが、結構たくさんあるんじゃないかなと思ってます。ぜひですね、このあたりも覚えてていただけたら、仕組み化っていうことについて取り組む、こう一つのね、こう視点になるんじゃないかなというふうに思っています。いかがだったでしょうか。情熱で奇跡の成長を導く日本で唯一売り上げを上げるチームビルディングコンサルタントの岩見がお伝えしました。ありがとうございました。